阿蘇は、神別機船が運航していたフェリー。後に、瀬戸内海機船で、クルーズ客船としても運航された。宇和島運輸と瀬戸内海機船が、共同出資して設立された、神別機船の第一船として、タグマ造船で建造され、1970年10月23日に、呉広島別府航路に就航した。1989年4月、湯部の就航により、 引退、瀬戸内海旗船へ売却されインランドシーとなり、宿泊型クルーズ客船として、改装を受けた。1989年7月、広島神戸、大阪航路に就航した。瀬戸内海旗船としては1964年就航の観光フェリーシーパレス、1979年就航の周遊船、南十字星に続くクルーズ船であったが、利用客数が伸びず、 早くも1991年10月には運行休止となり、1992年に海外焙煎された。神戸付き先と内海機船車両は乗用車のみ搭載可能で、船体後方が2層の車両甲板となっていた。車両甲板は可動式で2役の際は上段へ車両を搭載した後、上段を上昇させて下段の搭載を行った。 1989年12月1日、15時頃、広島港で病白中の元船は、左限式の試運転を行おうとしたところ、主軸樹やクランクピン軸受けのメタルが、クランク軸に焼き付いて起動できなかった。点検により、左限式3番シリンダのクランクピン軸受けメタルなどの、焼損が発見されたため、入居して、クランク軸、主軸樹メタルなどを交換、修理が行われた。 事故原因は、11月17日に行った、左限式の試運転の際に、潤滑油系統の3報告区の誤操作から、左限式が90秒程度の間潤滑油切れの状態で運転され、時空受けメタルに焼き付きの前兆が発生したが、その後の点検が不十分で時空受けメタルの異常が、発見されず運転が継続されたため、とされた。ありがとうございます。